バンクサイド発電所はテムズ川南岸のロンドンサザーク区区バンクサイドに存在した発電所である。1891年から1981年まで発電所として創業を行い2000年からは博物館、美術館の帝都モダンとして再利用されている。バンクサイド発電所の先行発電所は1891年にバンクサイド メレディスワーフへ建設された。発電所の所有、創業は、シティオブ、ロンドンエレクトリックライトニングカンパニーリミテッドが担当し、シティと北部サザークの一部へ電力供給していた。発電機械はブラッシュエレクトリカルエンジニアリング、カンパニーによって導入され、ブラッシュ社製の2 5ットアークライターが2組、2キロボルト1 0 0ルツで出力できる1 0 0ット 炭素交流発電機が2台設置された。1891年6月25日にはこれらの機械を用いて、クイーン・ビクトリア・ストリートのアーク街頭向け直流電流の初送電が行われた。家庭向け商業用交流電流は1891年12月14日に初めて送電され、炭素交流1 0 0 h z 3 0 0式2 0 4 1 0 2システムで、 送電された。サザーク橋やブラックフライヤーズ橋に送電線がかけられた。後にバンクサイド A として知られることになる発電所は電力需要の拡大に伴って複数回の拡張を繰り返した。全長230フィート、幅50フィートのエンジンルームは1893年に建設され、内部には ウィランズ製のエンジンが組み込まれた3 5 0ット、4 0 0ットの交流発電機が2機ずつ設置された。これにつながるボイラー室は同じ全長を持ち、バブコックウィルコックス製のボイラーが9台設置されていた。1895年、エンジンルームは42フィート、ボイラー室は300フィートに延長され、校舎には22台のボイラーが設置された。 フリートストリートの印刷業者向けの直流電流は、バンクサイド発電所へ1900年に建築された直流発電所から供給されていた。1901年、ボイラー室は幅を2倍に拡張し、46台のボイラーが設置された。エンジンルームには3つのクランクがついた、ウィランズ製のエンジンへ直接つなげられる形で、ブリティッシュとムソンヒューストン製のウルタネーターが10台。 導入されたほか、二つのシリンダーが結合した、ブラッシュ製のエンジンで稼働し、3 6 0 0ットの動力を持つブラッシュ製の交流発電機が8台、150rpm で1 5 0 0ットの交流発電機を動かす、互いにつながれた2台、フェランティ製エンジンが設置されており、合計で1 5 0 0ットを出力できた。 1907年までに発電所の出力は2 5 5 0 0ットまで上がり、さらに直流発電機1万5 0 0 0ットも設置された。2 5 0 0ットのターボオルタネーターは、1台目が1910年12月、2台目が1911年1月に導入され、その他はおよそ1年の間隔を空けて、順々に設置された。1920年までには7台が導入され、 出力は総計で1 9 5 0 0ットに至った。1919年まで発電システムは 2KV、単層交流と 450V 直流であったが、この年に十1 k v 3小交流に交換された。蒸気条件も 150PC から 250PC に能力が上昇し、下肢660度まで加熱できるようになった。 1921年から1928年に、かけ、発電所の東側に、新たなボイラー室が建設された。内部には18台のボイラーが設置され、1921年の石炭ストライキを受けて、うち6台は石油動力源のものにされたが、この中の2台は、その後石炭動力源のものに交換された。この建設を受け、 古いボイラー室と150フィートあった煙突3本は取り壊された。1934年、バンクサイド発電所はナショナルグリッドのロンドン発電網に接続し、中央電力庁が創業式を行う選ばれた発電所になった。1921年から1928年にかけての新ボイラー室建設に伴い、バンクサイド A 発電所の石炭プラントが構成された。 構成は、バブコック製の5万ポンド、アワーズボイラーが12台、ヤローボイラー製、石炭動力源、6万5千ポンド、アワーズのボイラーが4台、同じくヤロウ製で、石炭動力源、7万ポンド、アワーズのボイラーが2台だった。創業時の蒸気圧は260プシーで、下肢600度から下肢700度まで加熱することができ、気化能力は85万ポンド、アワーズだった。 コンデンサーの冷却水は、テムズ側から組み上げたもので、川辺に面したポンプ室を通じて、1時間に780万、映画論が供給されていた。1930年代のピーク時には、エリコンブリティッシュ、トムソン・ヒューストン製のターボオルタネーターが8台と、パーソンズ製4メガワットのハウスサービスセットが1台設置され、総発電容量は89メガワットとなった。 古いプラントの中には使用停止されたものもあった。1952年までに、プラントの構成は、エリコン製のターボオルタネーターが3台、ブリティッシュとムソンヒューストンのターボオルタネーターが4台、パーソンズ製4メガワットのセットが1台になった。発電所の創業中には多くの苦情が寄せられた。1901年10月、クレルコは、コーポレーションオブサザークに対し、 煙が会社への迷惑行為になったとして250ポンドの支払いを決定した。1903年1月には煙の排出に対し20ポンドの追加加量が決定された。この後もクレルコは同様の迷惑行為に関して争うことになった。1910年5月、ロンドンカウンティカウンシルのパブリック・コントロールデパートメントの役人が 中央煙突から排出される黒煙を観察してきたことを語り、迷惑行為と考えられるほどの量だったと述べた。企業側は、日没後に行われた観察なので、どんな蒸気やガスも黒く見えるだろうし、重力光がない状況では正確性が担保できないと主張し、情報が正確でないとして論争が起こった。ロンドンカウンティカウンシルは、1950年夏に、 土砂の堆積を計測する試験を実施した。1950年9月の1ヶ月で1平方マイルごと235トンの土砂がバンクサイド A 発電所から排出されて堆積したと試算されている。1930年代後半からバンクサイドの発電能率が落ちていることは問題視されており、1946年には 熱効率が十五点八二パーセントにまで低下した、上、老朽化や汚染も顕在化した。セブによって、新しい発電所を建てる準備案が作られたが、第二次世界大戦の影響で再開発には、遅れが出た。1 9 4八年四月一日、英国の発電産業は国有化され、バンクサイド発電所は、英国電力公社の所有となり、発電所からの配電システムは、 ロンドンへエレクトリシティボードが引き受けた。バンクサイド A 発電所は1959年3月に発電を停止し、東側にバンクサイド B 発電所を建設するため取り壊された。バンクサイド発電所の再開発計画は戦争で一時中断されていたものの、1944年、シティオブ・ロンドン・エレクトリック・ライトニング・カンパニー・リミテッドによって再始動された。 最大発電容量300メガワットの新発電所を建設する計画が立てられ、1944年にはロンドンカウンティカウンシルに計画が提出された。1943年にはカウンティオブロンドンプランとしてサウスバンク地区をオフィスや住居用フラット、教育、文化機関へ再開発する計画が立てられていたため、地区の工業化を推し進める発電所再開発計画は、 大きな議論を呼んだ。新しいバンクサイド B 発電所の建設は1947年4月にイギリス内閣によって承認された。バンクサイド A 発電所、B 発電所という故障は A 発電所が廃炉になる前、両発電所とも稼働していた1947年から1959年までの12年間のみ、 使われた名称である。建物のデザインはジャイルズ・ギルバート・スコットが担当した。彼はリバプール大聖堂やレッドテレフォンボックスを設計し、バタシー発電所のアールデコ城外装なども担当した人物である。発電所は全長155メートル、幅73メートルで鉄骨構造のブリックカテドラルスタイルで建設され、 中央煙突は99メートルの高さがあった。建設計画は3つの区画に分けられ、85フィートの高さがあるタービンホールが中心に存在し、北側に機械室、南側に変圧器やスイッチ室が作られた。発電所の建物はカウンティオブ、ロンドンプランで提案されていた波軌道を後々整備できるよう、テムズ側から、 セットバックとして少し下げて建設された。B 発電所は石炭を動力源とする計画だったが、石炭不足による電力危機が1947年初頭に発生し、石油動力源に切り替えられた。バンカーシー重油がシェルヘブン生成所からテムズ川経油で輸送され、建物南側地下に設置された3つの巨大タンクに貯蔵された。 タンクはそれぞれ直径28メートル、高さ7.3メートルで4000トンの油を貯蔵できた。発電所での油の最大消費量は1時間ごと67トンだった。建設は1947年から1952年と1958年から1963年の2期に分けて行われ、古い鋭発電所は 新発電所の建設中も稼働を続けた。建物の西半分と煙突が最初に完成し、4機のボイラーと60メガワットのターボオルタネーター2台を使って、1952年に新発電所最初の発電が行われた。A 発電所は1959年3月に閉鎖され、東側区画の建設が始まった。 建設は1963年12月に完了し、新しい区画には、ボイラー1台、ターボールタネーター2台が設置され発電が始まった。B 発電所の最大発電容量は300メガワットだった。B 発電所のボイラープラントの特性は、以下の通りである。圧縮機の冷却水は、テムズ川から1時間あたり1000万映画ロン、組み上げられていた。水による、 圧縮機の冷却効果は下肢15度だった。また、B 発電所の発電機械は以下の通りだった。120MW のターボオルタネーターは1963年から1973年にかけて英国で最も効率が良い発電機トップ20にランクインしていた。オルタネーターは 66KV 参照。 デルタスター変換機で互いに接続されていた。メインである 66KV の開閉装置は、スイッチ室の上層3階に置かれたほか、遮断機は、スイッチ室の上階、セレクタースイッチと母船は、仮想階に設置された。バンクサイド発電所からは、66KV のケーブルが2本ずつ、バタシー発電所とデッドフォード発電所に伸びていた。また、22KV のケーブル10本と、 11KV のケーブル12本により、ロンドンエレクトリシティボード間かつかの変電所へ配電されていた。沿道ガス洗浄 OB 発電所は、ロンドン中心部に位置していたため、大気汚染緩和用に、沿道ガス洗浄プラントを備えていた。バンクサイド発電所以前にこの仕組みを備えていた。英国の発電所は、バタシー発電所とフラム発電所のみである。 ボイラーから排出されたエンド道ガスは、シーダー材の気体浄化装置等に送られ、石灰を加えたテムズ川の水が逆流、順流する3本の水道を通すことで洗浄された。この仕組みにより、煙突からは特徴的な白いプルームが放出された。プラントは、エンド道ガスから硫化物を取り除くのに、効果的で、稼働中の硫化物除去効率は、全体で97.2%であった。 しかしこの方法は、ある大気条件下で、プルームドループを酸性シュールガスを冷却しており、地表レベルではガスによる生活妨害も起きていた。沿道ガス洗浄プラントから排出される汚染水は、機体で泡立つタンクへ送られ、アリュー酸塩を酸化してリュー酸塩に変えた上で、コンデンサーからの水で希釈されて、川へ放流された。1950年代には汚染は取るに足らない。 こととされていたが、1960年代後半に、テムズ川の清掃活動が行われるようになってからは、川の生態系回復の上で有害なものと、みなされるようになった。地域熱供給1971年、ロンドンエレクトリシティボードは、バンクサイド発電所で地域熱供給計画を推し進める法的権利を獲得した。建物の北側、煙突の土台に隣接して、 ボイラー室が新設され、トゥーリーストリートには地下パイプが埋設された。この計画は1973年から1974年にかけての燃料機器で放棄された。バンクサイド B 発電所の創出力を抜粋して以下の表に示す。1970年10月8日には24時間で600万4 3 6 4ワアワーを発電した。 1973年の石油価格高当時、石油を動力源とするバンクサイド発電所は、石炭動力源の発電所に比べ、不経済となり、陶器や電力需要のピーク時などにはあまり使われないようになっていった。60メガワットのユニットは、一つが1976年に、もう二つが1978年に稼働を停止した。また、 120メガワットのユニットは100メガワットへと容量が引き下げられた。B 発電所は1981年10月31日に閉鎖された。発電所の閉鎖後、工業博物館や演芸場、ホテル、オペラハウス、会議、展示場など複数の再開発計画が提案されたが、どれも経済的に実現可能なものではなかった。 計画の中には発電所の保全を求めるものもあり、団体、西部ブリテンズヘリテージは1980年5月にバンクサイド発電所を訪れ、その使い道について報告書を作成した。1987年にはイギリス指定建造物登録に向けた申請が行われたが、1992年に却下された。政府は土地の売却を希望しており、 指定建造物登録はデベロッパーによる建物改築を妨げると危惧していた。1993年2月3日、バンクサイド発電所には、サーティフィケート・オブ・イミュニティ・フロム・リスティングが発行された。1990年の英国電力事業民営化に伴い、発電所はニュークリア・エレクトリックに関されることになった。会社は250万ポンドをかけて、 アスベストと不要になった機械を除去し、発電所の売却準備を行った。作業のため建物の静壁を壊す申請が行われたが、結局プラントは静壁の穴から外へ出すことができた。BBC の番組ワンフットインザパストは、建物に差し迫る危機について特集し、リポーターのギャビン・スタンプは、建物保全を熱烈に嘆願した。1994年4月、 テートギャラリーはバンクサイド発電所の建物を用いてテートモダンを新設することを発表した。1995年6月には1億3400万ポンドをかけた改装工事が始まり、残されていたプラントもすべて除去された。改装工事はカリリアンが担当し、2000年1月に完了した。改装工事後もタービンホールなど一部の内装はそのまま残された。 建物南側にある変電所もその一つで、電力会社 EDF エナジーの所有化にあった。2006年、EDF は保有地の半分を帝都側へ引き渡すことを発表した。石油貯蔵用のタンクも改装され、2012年6月から展示スペースとして使われているほか、2016年6月17日にはタンクの上に塔が建てられ、 美術館の別館として拡張をオープンした。発電所は英国のテレビ番組の複数エピソードで撮影に利用されている。宇宙船、レッド・ドワーフ号の撮影に使われたほか、ダニー・キャノンの映画、ジャッジ・ドレッドの撮影にも用いられた。リチャード・ロン・クレインが1995年に撮影した映画、リチャード3世では、ロンドン島のロケーションとして使われている。 テートモダンへの回収後には、危険な女刑事バック 280S の第1話で利用されている。ありがとうございます。